カンタロープメロンカンタロープはヨーロッパ南部、アメリカ、タイなどで露地栽培される赤肉種のマスクメロン。キャンタロープとも呼称される和名イボメロン。北米のカンタロープはアメリカ合衆国、メキシコ、カナダの一部で一般的なメロン。欧州のカンタロープは表面の突起は小さめ、緑灰色がかった表皮は北米種とかなり見た目が違う。 イタリアでは生ハムメロンに使われる。また、家畜の飼料用にも利用される。加工品としても利用される。一般的には口述の後継品種を含めて、カンタロープと総称される。現在日本では、主に、中米産のものが成果として、タイ産のものが加工品として、輸入、販売されている。かつて、日本では、 馴染みがなかった品種で、後継品種のスパイシーカンタローブとして、日本へ導入された経緯がある。近年まで日本では主に加工品として輸入され、食されていた。2016年に、ホンジュラス産のカンタロープ種の輸入が解禁され、カリビアンスイートの名称で、日本全国のスーパーマーケットなどで、生花や、半加工品として販売されている。また、 同年にスターバックスコーヒージャパンが、カンタロープメロンクリームフラペチーノを期間限定で販売した。コストコでは、コスタリカさんまたは、グアテマラさんの本種を輸入販売している。ありがとうございます。